いいぞいいぞいいぞ。やどり、どういうこと。みのさん、はい、なんでしょうか。湯気一番剣破産に逃げよう。あ、そっか、経験者入んねえもんな。バカタレが、バカタレ阻止。何入ってんの。メカトパンチ。一番覚えられる、覚えられる。一番一番覚えてくれ、メガトンパンチ。すげえ、すげえ妖精がここに誕生。メガトンパンチ覚えたよ。強。オッケー。お、早速メガトンパンチの餌食のやつが。子供はお家へ帰るな。返してやろう。メガトンパンチ。ああ、ズバットね。ズバットレベル12ね。これよ。イチパラ、体力を吸い取った。イチパのメガトンパンチ。微妙。アタックでも変わんなくない？水鉄砲のがまだいい。アタックは、いや、そんな遊んでらんないな。いや、戻そう。もういい、イチパン。イチパン、よく頑張った。いい右フックだった。混乱させて。マリックよ。痛いね。あ、めちゃくちゃで、草が入んないから種まいといて。マジか。あー、待ってよ、まずいな。ミノさんにしてもな、泥試合が始まるだけだし。ここはマリックで種植えとこう。頼む。あー、強いな、このズバット。強いな。いて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 。うわー、マックさんちゃん。頼む。ダメだ。マリックダメだ、これ。マリックダメだ。くっそー、イチパ。イチパのメガトンパンチにかける。いやー、混乱させすぎ。マジ腹立つなー。やめろって、超音波。いや、もう全員混乱してんじゃん、この野郎。いや、向こうはさ、結構さ、混乱しててもさ、砂掛けでもやってきたのにさ、なんでこっちだっけ。せめて混乱させてくれ。よし、来た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 。で、これ混乱してるんだもんな。マリックか。よし、ナイス。で、ヤドリギ。いいぞ、いいよいいよいいよ。いいよ。何？くっそー、混乱してるから、イチパのワンチャンメガトンパンチ。自分攻撃しろ。なん、ずる。
んか。いいぞいいぞいいぞ。ヤドリギ、どういうこと。不思議そうじゃなくても何くれんの HP。 マジかよ、これは強行だろ。水鉄砲。めっちゃいいじゃん。外れちゃったか。メガドンパンチャー。うわー、ここに来て、やってくれ一番メガドンパンチャー。よし、よーし、よし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 、危ねえ。ナイス1パー。お前なんてやつだ1パー。いや、まだいる。あ、アーボか。アーボはなんか草のムチ真っ二つにしたような気がするんだよな。ちょっときついかもしれないけど、マリック頑張ってくれ。鶴の鞭で。あ、そっか、ダメか。あー、よし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 。ダメだわ。一旦ケイに、ケイの踊りを見せて、ピチピチダンス見せて、毒針受ける、買って出る、対応は1パー。入るかな。いや、メガトンパンチだ。ちょ、何それ、強すぎでしょ。身動きが取れないとか。皆さん、はい、なんでしょうか。こいつを八つ裂きにしてくれ。よし、相性完璧だな。どうだ。抜群。いけるいける。いや、もうやめろや、それ巻きつ、巻きつきは1個のみだろう。なんで 2体目巻きつけんのさ。いやー、どうしよう。今1番に巻きついてるんでしょ。なんで 2体目いけんの。やべー、タウンマップでしばくか。タウンマップをさ、ガッとこう丸めて棒みたいにしてバシンって。もうソッシーも働けよこれ。どうしよう、ミノさん、ミノさんか、ミノさん。いや、巻きつく強それ。1番頼む。毒針なら大丈夫だ。えっ、いけ。知らねえ、防御力なんて。攻撃力のみだ。よっしゃ、一番お前、お前のメガドンはすごいわ。いいの持ってんな。いや、一番が救った、星一行は一番に救われた。なかなかやるな。ああ。化石を見つけたら場所だけ教えて。いや、残った。しかし。しかしこれ。一晩この洞窟内でキャンプとかしてさ、回復しないかね。これ逃げるしかないな。行き止まりだ。どうし、逃がしてくれるんじゃないか。これ何？卵？何ここ。あ、え、これ化石。なんだピッピーエイドって。あ、ヒーピーピーエイド。いや、もうなんか用法用量がわからん。エイドっていうぐらいだから多分全開にするんだろう。ここはマリックか。お、え、技回復か。微妙。今減ってるやついたっけな。
今はね、技ポイントじゃないんだよね。HP なんだよね。使うだけ無駄だな。あ、どうしよう。もう、ここでセーブするか。いった。はい。ここはかき分けられない。上にも行けない。とりあえず上に行くしかないか。上行け。もう一回ポケ行くか。ポケ行こう。あちゃちゃちゃ。ポケどうやって帰るんだっけ。つか誰だお前。おいおい、お前短パンこそこの野郎。え、逃げられないよね、これね。超やべえ。くらえ。ガー、マジか、1%。皆さん超音波マリック行け。おし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 。いいえ、全員これ鶴の鞭真っ二つにしてくれ。鬼の形相。マリック、マリックここに来て覚醒。あ、違う違う違う。自分が守らなきゃいけない。ソッシーたちは俺が守る。ここに来てズバッと。ちょ何超音波。ってことは。出ないだろ、これ跳ねる。40回やっても勝てないぞ。うーわー、頑張れ。お前らにかかってるんだ。お前にかかってるんだぞ、ケイ。いや、いつか当たるはずだ、その羽も。近づいていってるかもしれない、跳ねながらも。何か起きるはずだ。めちゃくちゃ命中度低いかもしれないしね、これね。なんと、跳ねるが当たった。うーわ、もう。おお、あるぞ。体力1の時のみみたいな。いや、容赦ないじゃん、もう。どうなんのこれ。次ソシ重い腰を上げたみたいな。ソシの手元には戦えるポケモンがいない。ソシは目の前が真っ暗になった。怖っ。え？あ、ちょっと待って。これデスブーラー？正直半分バレた？短パン小僧に。え、財布ってどうやって見んの？あ、ソッシーか。俺そんな持ってた ?3000 持ってんの？持ってて何、何半分減られ、されたってこと ?1500 円も？マジかよ、くっそでしょ。えぐいな、短パン小僧。コロコロコミック3冊買える。とにかくこの洞窟を抜けよう。で、先頭は逃げる。よし。エンカウント率。こいつがクッソみたいなやつだよね。短パンクソ野郎だよね。よし、この画面になると不安になるわ。全くどこ行っていいか分かんなくなる。ちょっとでも壁欲しいよ。 なんだあいつ。今はこうだ。あ、アイテムだ。うおっ。